さあディープウェーブ参りましょう。気になる釣りの話題を番組独自の視点で深掘りしていくこのコーナー、今週はフッチーの崖っぷちです。来ましたね、はい、呼んでみましょうか、はい、芦屋にいらっしゃいますフッチー。フッチーこんにちは、フッチーです。お久しぶりです。お久しぶりです、よろしくお願いします。お久しぶりです、よろしくお願いします。今日も笑顔が爽やかなフッチー神さんですけども、ね、最近釣り行ってますか？はい、昨日も灼熱の中行ってまいりました。真っ黒に焼けてるから ね。ちなみに昨日は何釣りに行ったの？すごい真っ黒になりました。昨日は明石で青物ジギング行ってきました。あ、いいですね、うん、で今回のロケはどういった釣りに行ったんですか？今回は和歌山県まで行きまして、船で落とし込みのませという釣りに初挑戦してきました。初挑戦、落とし込みのませ、はい、どういった釣りなんですか？サビキのカラバリみたいなもの、4本針に重りをつけて、で一番底まで落とすんですけど、うん、でそこにこのカラバリにイワシとかアジのベイトがついてきて、でそれをさらに食べてくる青物とか根魚の大きいお魚を狙う釣りになります。ほう、じゃあ元気な餌をかけてから青物、うん、まあ大物を狙うってことなんですね。面白い。松本さん、落とし込みのませ？そうです、2回釣ります。あ、2回釣るってことね、うん、結構難しい釣りですか？はい、まず餌がかかんないとっていうところですよ ね、うん、餌がかかればある程度は釣れちゃうんじゃないか。期待できますか、うん、針とかってその餌が食べたその針、ちっちゃい針でいけるんですか？小さくてしっかりした針なんですよね。それで大物も取れちゃうんだ。面白いですね、うん、多分そういう釣りだと思うんですよ。なるほどね。で今回フッチー初挑戦って言ってた。初挑戦でした。フッチーにもまだ初挑戦の釣りがあったんだね。そうなんです。普段海ではルアー釣り、ジギングとかルアーとか結構するんですけど、餌釣りあんまりする機会がなくて、で電動リールとかもうまくちょっと使いこなせなかったんですけども、だんだん慣れてきました。そうかそうか。じゃあ早速 VTR 見てみましょうね、はい、じゃあ V 振りお願いします。はい、では初挑戦の落とし込み釣り VTR どうぞ。フッチーの崖っぷち。おはようございます。今回の場所はどこですか？はい、今日は和歌山県の、みなべ堺漁港にある純栄丸さんにやってまいりました。今回お世話になったのは私もプライベートでよく行く純栄丸さん。天気良かったんだって？そうなんです。落とし込みのませ、これからがハイシーズンになってくる釣りですね。はい、はい、ちなみにですが、はい、経験は初めてです、実は落とし込みは。はい、はい、今回も初めてということで、はい、フッチーさんに崖っぷち感を出していただこうといきなり崖っぷち感を出していきますか。はい、はい、そして今回のお題が、はい、こちらです。じゃん。3種目以上の魚種を釣れ。2、船内で一番の釣果を叩き出せ。3、落とし込み飲ませの楽しさを視聴者に伝えろ。どれだけクリアしたらいいんですか？どれか一つで。どれか一つ？あ、そんなんだったら6勝やと思います、多分。そんなん言うてて大丈夫ですか？お願いしますよ。3はもうこれは気持ち次第なんでこれは自信ありますね。もう今日これはちょっと厳しいと思いますわ。今見てたらやっぱ常連さんっぽい方がたくさんいらっしゃるんで、はい、私みたいな初心者が来て迷惑しか多分かけないと思うんでそれだけかけないようにだけ頑張ります。落とし込みのませが初めての私、船長に釣り方を教えてもらいます。カラバリでやるの？カラバリ、ブラッシャーついてるから腹張りってことは巻き絵は特にしなくていいと、そういうことでしょうね。腹張りだったりブラッシャーがついてたりとかいろんなバケを使うんでしょう。じゃあそれここに合わせて待っといたらいいってこと？今回はご覧のようなタックルで挑みます。まずはフラッシャー仕掛けでイワシを釣って、そのままそれを餌にして青物を狙おうという釣りです。じゃあイワシをかけてそのままそこに落とすっていうことなんですね。うん、はい、ターン
ターゲットはカンパチやハマチなどの青物がメイン、うん、他にもマダイやアコウ、カツオなど様々な魚種が釣れるそうなんです。すごい、いろいろ釣れる。ね、フッチーはどんな本命釣りたいですか？私はね、前日に釣れてたハガツオを狙ってます。下から20メートルぐらいまで、すごいベイトがぎっしり。だからベイトが映らへん日もあるみたいやし、映っても食わん時もあるみたい。食ってほしいですね。こんなところに大物いるんや、うん、でも海が、ね、波が良くて上からそこまで反応あります。そこまでブリーディー落としてね。もうまずそこまで落として最中にかかることもあるんですか？落とす最中にかかってきますよね、普通はね。フリールバーってみんな手で持ってるんよ電動リール、クナルのやつ。下からかからなかったらまた上まで、10メーターまで引き上げて、10メーターまで一気に先頭で引き上げて、また落としたんですけど、何回も上げたり下げたり、まあ、ある時はあんまかかんないみたいですもんね。落とす時にかかるみたいな。あ、一気にもっと早く早く上げて早く落とすみたいな。はい、やり方があるんだね。餌となるイワシをかけるのが難しくて苦労しました。はい、上げておいてください。立て直します。おー、なるほど。そっか、でも餌が釣れないとだもんね。まず餌もどんどん動いていっちゃうから。そうなんです、餌がつかないと話にならないので、ね、あ、釣れてるね、隣の人あれが餌だからですかね。餌だけだったらね、わかるんですよ。あー、わかんないんですか？わかんないんだ。ついてる、みんなイワシ。へー、イワシまだ1匹もついてないんですけど、私。みんな餌ついてるって、私だけ餌ついてない。なんだろう、虚しい、虚しい光景。常連さんすごいね、このやる気見てください。特にある一定の層で止めて誘いかけてイワシ食わせる、そういうことじゃなくて、もう落としてる時に食う。落としてる時に食ってますよ、大体。そうですね。イワシのあたりは竿先で取るのですが、電動リールの扱いにもたついていると。嘘、落ちていくスピードが、ね、遅くなるから、それで分かると思うんですけどね。なるほど、うん、イワシついてるけどフチ分からなかった。船長が教えてくれました。くるくるしてます、してる。ここで 待っといたらいい。すごい、あんなん分からんわ。イワシがかかりましたか？かかりました。でも全然わかんなかった。船長がかかったんちゃうって言ったから気づいたんですけど。難しいな、当たりわからなかったんで、船長の顔色をずっと見ながら釣ってました。でもこれ気づかんかったら何回もね、上げ下げしてしまうから。いますね、ついてますね。イワシが暴れてます。逃げてる逃げてる逃げてる。まだやで、入ったらまだ。追われてますよね、これ。あ、追われてるの分かるんだ。なんかかかりそうじゃん。もうこの時は誘ったりとかも何もせず、じーっと。あ、もうそっちも誘わないんだ。イワシ自体が怖がって、こう、下でブル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 暴れてるはずなんですよね。え、そうなんや。今、餌が2匹ぐらいついてて、1匹取られて、そんなことまで分かんの？船長、中見えてんの？なんだ、全く分かんなかった、私には。下です、下です、下。あ、これか。電動リールが。寝掛かりした。寝掛かりした。あ、なんかついてない。え、今、多分魚ついてて。あ、松本さんついてます？ついてたと思ったっすよね。寝掛かりじゃなくてついてるんじゃない？だって負けてるから、電動リールから。でも、生命反応ない。巻いてみて。ジギングとはちょっと違うんだろうね、感覚がね。あと電動リールって、リールって操作の仕方が違うから、どうしてもローリングしてる。あると思う。サメ？サメ？おお、バスフィッシュはまさかのサメ。ありがとうございます。めっちゃ大きいの釣れてるじゃん。釣れたじゃん。一種目目ゲット。船長、これ一種目に数えて大丈夫ですか？待って待って、何？ノー、ノー、嘘。何ザメですか？これはどっちザメ、白ザメ、白ブカって言ってどっちザメですか？もう一回。でも嬉しい、初めて、私人生で初めてサメ釣った。え、そうなの？はい。そっか、嬉しいよね、サメもね。はい、嬉しかったです。
さあ気を取り直して落とし直して、あれ今切り毛っていうのはかかってるっぽいよね。くたかかってるっぽいです。走っちゃってる、これはカツオじゃないの。カツオ来たか。本命なんだなんだ。めっちゃ引いたんですけどね、あれ、あえまだまだいる。もうスムーズに上がってる。あ、ハマチや、いますいる、いる、まだいる。よっしゃー、おありがとうございます。でかいよ。いただく。なになに、カツオじゃないよね。お腹が白い。ハマチ、ハマチでした。2種目目、すごい。やったやった。初めてとはいえ、釣るね。はい、2種目目です。今日3種目釣らなダメなんですよ。了解です。頑張ります。船長厳しめだね。やっぱりサメはカウントされませんでした、船長超過にめちゃくちゃこだわるんですよ。でもね、船長笑顔でよかったね。そうなんです。だんだん慣れてきた感じある？このぐらいになったら。そうですね、まあ、だんだん慣れてきたんですけど、はい、仕掛けをこうピックアップしようとすると回収ヒット。あ、回収ヒットだったの。はい、回収ヒット。シャー、はい、サバ、サバかな。3種目目、イワシにサバがかかったんだ。外れた。はい、大きいサバ。いいね。2? やった。あと1着で、 1種目で、はい、はい、達成ですね。いけそうな気がします。これはワクワクするね。あ、怪しい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 。怪しい。あ、来た来た来た。絞り込まれましたね。いい合わせですね。サバ。サバ。サバや。すぐ分かった。あとサバでした。おいしょ。あ、取れた取れた。サバ分かって逆取れた。船長、サバはノーカウントで。え、なの。じゃあまだ1なの。最悪や。1種目だけになりましたね。最悪。サバね、2カウントでもよかったのに ね、 ね、厳しいね船長。頑張ってるのにサバもノーカウントらしいです。船長が一番厳しいんだね。だから厳密に、もっと厳密に言うと、イワシかけてからもうそこで3ぐらい行っててもいいと思う。もうクリアじゃない。今のはちょっと分かった。そうでしょ、ビクってした。でもすごいね船長、釣り上げる前に魚なんだか言っちゃうっていう。ねえ、ちょっとそこは黙っておくね。なんかこう見た時のわーっていうの欲しいから。船長、あ、サバじゃないよっていうのはいいね。船長、サバじゃないです、これは。なに、サバじゃないよ。あ、2種目目出たかな。お、2種目目、なになに、新しいの来た。アコウや、アコウ。これなんかでかいよ。ねえ、高級ヘタちゃんでした。結構高級魚。当たり感じて合わせましたよ。嬉しいやつです。さすがです。かけてみてください。いただきます。やっぱこれはね、明確な当たりがあったの。ゴンって。ありました。これ思いっきりフッキングしました。あ、そうだ。カツオです。わー、釣れてる。すごい。いいサイズですね。ありがとうございます。カツオ濃い。カツオが食べたい。今回も大好きなカツオで締めたいと思ったんですけども、そのから当たりがパッタリと消えてしまいました。船長すいません。はい、地合いとかってあるんですか。地合いは過ぎちゃいましたね。過ぎちゃいました。はい、はい、朝一が地合い、ちょっと地合いだったかなと思いますけど、ただこれから単発単発で来るのは多分でかいやつが来ると思います。はい、後ろ隣の方。おー、何ですか。おー、ハマチかな。すごい。うわー、最高。カツオじゃない。わー、おめでとうございます。すごい、大本命。カツオじゃないの。おめでとうございます。隣のおじさんが塩を釣り上げました。あれが釣りたい。ノーカンとなる11時まであとわずか。このまま釣れずに終わってしまうのでしょうか。頑張れ。11時までか。もうさ、
イワシをかける感覚っていうのはバッチリ掴みましたか、このぐらいになるとね。あ、来た、来た、はい、最後の方はの糸吹けで分かるようになりました。お、さすが。え、これはでかいんじゃないの。はい、はい、結構来ました。まだ言わないでよ。そんなもう竿先の動きで分かるんだね。さすがだね、船長、本当に針も釣れるんじゃない。なんだろう、船長すごくない？船長見えてますね、中から、ね、いやお見事、クリアじゃないこれで。3魚種目すごい綺麗な鯛、食べ頃サイズの鯛が来ました。鯛も嬉しいね、すごい高いったんで。鯛も釣れるんですね。ねえ、いろんなのが釣れますね、ほんまに。はい、今のは3魚種目です。よし、はい、合格です。よっしゃー、ありがとうございます。タイと、ハマチ、アコ、もうこれは文句なしの三魚種達成でしょ、はい、イエーイ。で、ブチさん、もうお題クリアしたから釣りしなくていいんじゃないですか。え、サオガシラはそこ狙いますか。終わりましょうか。あげて片付けてってください。もうちょっとやりたかったですけど、はい、でもまあミッションは2つクリアしたかな。2つ、はい、3つ目の楽しさを伝える、はい、これはマジで楽しいです。だからいくらでもやってられます、ベイトがつけば。次何の魚上がってくるかなってめっちゃ楽しいし、いろんな魚実際釣れてるんで、これからもっともっとちょっと腕を磨いて、今度こそカツを仕留めたいなと思います。ブッチお疲れ様でした。ありがとうございました。いや、お見事でしたね、いろいろ釣れましたね。よかった、ギリギリ3種目達成しました。3種目って言ってるけど、サバも釣れたから、サバもイワシも実際釣れてるわけだから、 そこはね、5種目で僕いいと思うんですけどね、はい、船長厳しすぎ。 あとサメも釣れてるから。そうだそうだ、6、6、6、はい、そうなんですよ、うん、いや、お見事。で、目標見事達成っていうことですけどね、この落とし込みのませ釣りって実際やってみていかがでしたか。思ってたよりも展開がスピーディーで、こう一回落としてもう食ってこなかったらもう一回立て直しますっていう感じで、ちょっとじーっと待っとくようなイメージだったんですけど、ちょっと違いました。そうなんだ、はい、どんなところが難しかった、はい、やっぱり電動リールの使い方がちょっと苦手で、もう見てるだけでもうドンクサって今思ってて恥ずかしいです。お見事でしたよ、さすがフッチー。ちょっと松本さんに聞いてみましょう。松本さん、フッチーの今回のぜひお願いします。いや、でも全然もう竿の構え方とかもね、うん、もう全然もう別に何もないですね。楽しさも伝わってきたし、いいんじゃないかな。じゃあ慣れてきてからはもう文句なし。そうですね。で、電動リールは年に何回かって言ったんですけど、メーカーによって全然操作の仕方も違ったりするんで、これはもう朝のうちはしょうがないですよね。なるほど。そのアコを釣った時もうガツっていい合わせしてた、ね、かっこよかった、ね、かっこよかった。この合わせのタイミングってその魚種が何だか分かんないということでいうと、どういうことを気をつけたらいいんですか。だからやっぱ伸ばせる釣りなんで、伸ばして魚の重さがかかってからでいいんじゃないですかね。だから そっからかけた後に、その魚種が何なのかなっていう判断になると思うんですけど、そっか、うん、そっか、そこがちょっと難しいですね。そうそう、あれなんか見ててもほら全然こう引き込みがなかったから寝魚かななんていうのは、慣れてる人だったら見たら分かるかもしれないですけどね。なるほど、ね、そうか。この落とし込みのませすごい見てて楽しそうだったんですけど、うん、全国的にできる釣りですか。どちらかというと関東より西では盛んじゃないですかね、うん、今回、の場所もそうだし、もっと西の方とか九州とか、九州とか、うん、魚もいろんな魚狙ってね、やってますけどね。なるほどね。関東もちょっとずつ、うん、やる船が出てきたかなってみたいな ね感じですけどね。そうか、フッチ今回和歌山に行ったってことですよね。はい、そうです。ハガツオ釣りたかったですね。ハガツオ美味しいですからね。ハガツオ、あと本ガツオは釣れてたんですけど、うん、全体的に結構カツオが回ってきてるっていうことで、
それが釣りたかったんですけど、ちょっと残念ながら私は釣れなかったんです。あの他のお客さんはどんな魚あげてました？隣のお父さんはあのカンパチの幼魚、塩釣ってたんですけど、やっぱりあのハマチよりもあっちのカンパチ系の方があの本命度が高いというか、そう、まあ、あの価値があるみたいで、はい。そうか、いやこれはね、れどん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 ね、はい、フッチ経験値積んでますから、もうあと電動リールに慣れてしまえばもう完璧じゃないですか、うん、無敵だねフッチ、うん、そうですかね、ちょっとまた機会があればもう一回行きたいですね、プライベートでも。でもあのあたふたする感じもね、とても可愛らしかったですけど ね、うん、なんかフッチがあたふたするのあんまり見ないよね、見てられないです、うん、さあさあ、それじゃあですね、ここで恒例の同行ディレクターの一言メモを預かってますんで、来ましたよ、ご紹介しましょう。はい、フッチ、はい、ロケお疲れ様でした。想像以上に電動リールと格闘していて、いつもと違う一面が出てきましたね。そっつなく、そっつなくこなすできる女ってイメージでしたが、うん、不器用というか可愛く言うとドジっ子という感じでしたでもなんだかんだで釣っちゃうあたりさすがですね、という一言メモ、うん、ありがとうございます。あの目標の3番楽しさを伝えるも完全にクリアしてましたよ。あ、よかったです。でもそれはもうめっちゃ楽しかったんで、本当にねえ、行ってみたくなりましたよ ね、 ねえ、ちょっとやりたいな。ぜひ行ってみてください、皆さんも。関東よりかは西の方に遠征したらやるチャンス、ね、ありますね、あると、まあ、ぜひやってみてもいいんじゃないかな、ね、次機会楽しみにしておきます、ね、はい、フッチ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうね。